大岩を錆びた歯、簡単についた。あら、こうすれば壊せるってか。おい、おっそす。ゼルダの伝説、ティアーズオブザキングダム、続きいきます。マイクロペーサー、どうぞよろしく。さあ、続きでございます。とりあえず、まあ始まったところではあるんですけれども、あっちの上の方とかにもまあ見えてるよね、いろいろ。ちょっとまた操作方法確認しながらのプレイにはなると思いますが、せい、まずは祠を巡ってこいっていう、そんな感じでございます。でいいんですよね、現在の位置から。ここかな、ちょっとうまく、あピンを、あ、下手くそ、ピン、スタンプ変更。あー、こんなんあったな。赤色のピン刺して、赤色のピン、ちょっと待って、なんか、あ、違う、投げちゃダメ。これ投げるのを解除するのって、うん、投げちゃう。操作方法がまだ身についとらんわ。やっぱあのグラインダー、やっぱなくなってんやんな。っていうか、あのグラインダーがあったら、そもそもこの空島から降りたらいいもんね。どういう感じで行くんやろう。行くぞ、とりあえず。あそこでいいよね。なるべくあいつらとは戦わずして行ってやる。こっちだな。ささささささ、普通に上がっていけそうやね。見つかってないね。大丈夫、私ならいけるわ。頑張って、ゼルダ。ゼルダじゃないわ、リンクだわ。ささささささ。早く服手に入れよう。あっ、危ね。あ、ちょっと待って、なんかキノコ55だけ。天井へ切り立った崖に無理やり生えるキノコ、どこにでも生える生命力がすごい、移動力が向上。ほう、またそっか、料理もいっぱいしてかなあかんよね。よいしょ、あ、55だけ、よいしょよいしょ。しかし、まあ、いろいろHP とハートの部分とスタミナと大量に吸い取られましたな。よいしょ。で、眩しい。こっちでいいよね。こっから、はっ。もう一気に上まで行っちゃうもの。ウコウホの祠。ウコウホ。何がモチーフなんやろ。調べる。ペロン。おそらくは4つぐらい祠をクリアしないとあそこ開かないんじゃないかなと思いますが、どうなんでしょう。お、そんな開き方、ブレスオブザワイルドとはまた違う感じやね。で、ロード画面かい、これは。あ、ロード画面ですね。ディアーズ・オブ・ザ・キングダム。入ってきました。ウコウホの祠。あ、またあの人。ああ。来たよ。ここはハマの祠。いや、ウコウホって聞いてますけど。その昔、私が光を込めて、光の力を込めて蛇を封じた場所。ここには光の力が溢れている。その右腕に失われた力を呼び起こそうだ、うん、右手を出して、はい、あれ、右手爪切ってもいいですか。ちょっと爪長いのが気に入らないですけど、うん、うん、なんや、タンタカタタンってなる。うん、
違った、ウルトラハンド。離れた場所にあるものを掴んで動かすことができる。掴んだものは回転させたり他のものに接着することもできる。今回はこういう感じで右手で能力がいっぱい増えてくれね。その力の名はウルトラハンド。ネーミング出さない。我が右手から失われた力の一つ。物を自在に動かし組み合わせる力。その力を使えば望む形が想像できる。力を使い祠の最奥に行くことができればウルトラハンドは起点のものとなるだろう。まあチュートリアル的な感じで覚えていけってことでね。右手の能力 L で発動。イエーイ、ウルトラハンは？は？どこ落ちれる？あ、これやな。これを掴む。あ、前もでもなんかこんな感じの能力あったよね。こうしてで回転が R。 あ、そういうことね。でこっちを簡単じゃん。んてられられられる、いいね。その音いいね。続いてもう一丁ウルトラハンド。もうちょっと楽に出せんのか。はっ、慣れてきたらもっと楽にいけんのかな。これは届かんくない。おや、届かんで。お前の方が長いか。ん？毎回こうやって選択せなあかんやったっけ。なんかもっと楽にポチッと。なんかまだ俺の思ってる使い方じゃないけど。これでここでギリフラ、あれフラ、ほい、は、わかった。能力これを下に置いて、これをはっ台にして、で能力ウルトラハンドんでぽい。あっあっ転んじゃった。それいける？お、思ってたんと違うけど。あ、よいしょ。よいしょ。あかんやんけ。あれ？違う。操作感が。いろんなゲームやりすぎてわけわからなくなってる。いや、もうやりたいことは分かってんのにさ。ちょっと、まあ、もううっとし。任天堂、おい。全然思った通り動かへんぞ。どうした？ゲーム作るのマジで下手くそになったな、なんか。はっ。いや、つくんかい、その感じ。それは聞いてない。そこ重力無視なのね。いや、テラレラレレレじゃないわ。おい、ウルトラハンド。お前の能力、聞いてないぞ。こいつを一旦こっちに引いといて、行くなよ。行くな。くそ。行くな言うてるやろ、こら。おい、こら。こっちか、お前は。はっ。行け。やっと行った。まあ、頼むぜ。もうここだけですげえ時間かかってるやんけ。何が面白いね。時間かかっただけじゃ。あんこの野郎。イライラさせやがって。爪切るぞ、お前の右腕。で、よくぞこの採用までたどり着いた。横にいるのは誰？ここに納めし邪を払う光を持って今そなたを照らさん。さっき出てきたあの幽霊と、ここにある石像は
違うんでしょうか。今んとこブレスオブザワイルドのパクリゲームをやってるだけっていう感じがすごいするけど、今回も祠大量にあんのかな。祝福の光1、あー祠全部で前も108個ぐらいあって、今回もそういう感じだとしたらマジで同じゲーム作りすぎってなるけどな、俺やったら。でもメタスコア高いって聞いてますぜ。あんまゲームやったことないやつがやってんのか。祠の踏破お見事、これで力を一つ取り戻せた。この調子であと2つほど祠を回れば時の神殿の扉を開くことができそう。あと2つ、4つじゃんかい。遠くを目指し見つけた祠に目印をつければ迷わずたどり着けるだろう。プロアパッドの望遠鏡を使うといい。それは前回もあったね、やり方覚えてないけど。押し込みででピン打ち、そこに見えるな。押し込みのピン打ち、へい。このジャイロ操作、コントローラー傾けるだけでこうやって傾くの、正味落としようね。スプラトゥーンでバリバリ使ってる人もいるんやろうけどさ。あともう一個どこやろう。もう一個、ここに俺ピン打ったけど、それは違うのか。全然関係ないっぽいな。もう一個、あれか、あれやな。ピーン、よし。でもどうやってたどり着くかやんな。場所的には黄色と紫、どっち先行っても大丈夫そうやね。これでもどうやって向こう行くんやろ。この辺何かを起動しないと降りるってやってどこからまた登ってくんのか。地図としては下の世界見えてないけど、あ、なんか見えるあそこ。降りたろう。あ、そういう降りる。あ、飛び込むんじゃないや。じゃあ違うな。さささささささ。こういうオープンワールドをね、旅するのはいいけどさ。で、はっ。ただあの祠のチャレンジを何回もするのはちょっとめんどくさい。お前どうやって戦うんだっけ。いった、ちょっと来い。すーん、あれ、何も装備してない。装備はどうやってすんのやったっけ。装備して、並べ替えとかいいから装備して。なんで置いてんねん。装備せ、装備、違う、拾って、よし。おいおいおい、別に倒して、あ、でも一応素材が手に入んや。ある程度的じゃあ倒してった方がいいかも。やめて。ほれで、木の弓、弓は ZR で撃てる。で、装備、装備は装備、もマジで操作感なれんな。装備、装備してない。装備して、装備、違う、なんで下に置くかな。装備どうやってやんのこれ。何ボタンで X って、いた、下手くそか。
ちょっとブレス・オブ・ザ・ワイルドはもうちょっとなんか頭で考えたことがそのまま直感的に動かせるのがブレス・オブ・ザ・ワイルドのいいとこやった気がするけど、思った通りに動かないぞ。バカリングになってるぞ。気のせいかい？で、なんかいる。ああいう、待て、弓、トゥエ、クソ。今時 B ボタンでダッシュやからな。スティックと両方同時操作ができないのよね。そういう操作感も任天堂さんはどう思ってますか？今時そういうのないんですけど、あんまり。いけた。獣肉で、いや遠いぞ。だいぶ変なとこ来てるで俺。一旦とりあえず向こうの方向かうけど、だな、のんびり、まあまあのんびりやっていきますか。クリアするまでどれぐらいかかるかわからんぞこれ。ポロン、早く服欲しいです。なんもない。あ、キノコ。え、ここちょっと待って、雪のエリア。ここまた寒い寒い言うんじゃん、リンク。なんかブレス・オブ・ザ・ワイルドでも序盤でほらそんなあったやん。裸はさすがに寒いわな。ってことはこっちじゃねえ、先あっち。おい、だるいことしてくれるな。あっち先かい。戻らなあかんやんけ。この辺にある×印ってなんやこれ。倒れた場所。あ、俺ここで一回死んでんの覚えてねえわ。マップがくるくる回んのやめたいな。マップ固定にしたいけど設定いじらなあかんかな。 OK、 これで、はあ、マップ固定になった。こっちの方がね、東西南北のどっち向かってるかが分かりやすいから、マップは固定でいいわ。で、え？ど、ん？ど、どうなってるこのマップ？上か？あ、そうなってんの？上のマップが見えてんのかい、これ。これ、上の層、下の層とかで。いや。ちょっと待って、そうなると、どうやって行くの？戻り方が、戻り方があるってことよな、多分。これだって落ちたら、と、お、あ、どこか分からんけど、むしろどうやって戻ってきたんやろ。移動の仕方がまだよう分からんな。ここはでも降りていける。こっちからギュギュンって、ギュギュンな感じ。なんか音してる。何の音でもって、ハートをください。リンゴ食っとく。食べる。それだけも食っとく。いっぱい食った。何の音やろう。鐘の音が鳴ってたよね。
ていうかこんなやり方でいいのか。眩しい。空の上やから眩しい。あれ？頑張りだけ。スタミナの方ね。いけねえじゃん。あ？なんとかし上に戻らんと。あ、全然いけませんけど。あら。あらららら。あれま。戻りもできんし。なんか別の行き方というか。この辺のなんか変な。あれ乗らなあかんのかな。せっかくの、アミーボかい。ウルトラハンドも、今んとこ使えへんもんね。この辺掴んだら無理でしょ？あとは、木の棒、棒ばっかり。木の棒全然装備してくれへんの？これなんでなんやろ？装備してんのか？ブレワイのプレイの仕方を覚えとらんわ。とりあえずめっちゃ戻らなあかんかもしれん。これやべえな。この上の場所に帰ったりはできませんか？なんかできそうで何もできんよなこれな。すっかり夜になってるけど、明る、夜明る、リンゴ、は、は、違う、そう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 、思った通りに動こうねリンゴくん。で、多分あそこよな、あのジェットコースター的な、あのジップを使って多分戻るんやろうな。お、頑張りバッタ、なんか。石どけたら出てきたわ。うわら、下の人に当たりませんように。で、やっと戻ってこれたかい。これでこっちの方来たね。これでさっきの、お、まだ上か。多分ウルトラハンドを使ってさっきの祠で、そういうことやな。ふくらでやったこ、え、袋ほこらでやったことをここでやれってことやね。よいし。いや、思ったようにこれが動かせるようになるまでが多分大変やぞ。こうして、この辺に、ピタゴラス。そして、お前ごと。よいしょ。こういうことやね。よいしょ。よいしょ。ここら辺？この辺？頼むぜ。はっ。さっ。あぶねえ。いけた。怖っ。はあ。はあ。到着。そういうこと。あれは敵？テントあるけど、あなたは敵ですか？ピン刺してもた。あ、ピン刺してもた。あ、ピン刺してもた。あなた、あ、しゃがむってどうやるんだっけ。しゃがむ、あ、こっちか。こっちのボタンか。石斧。あなたは前方を見据え正面から向き合う敵じゃなかった。これは失礼。丸太を切り出すのについ夢中になっていました。あなた様も木こりにいらしたのですか？いや、違います。あ、そうでしたか。これは失礼。もし木こりがしたくなったら、そのあたりにいらなくなった斧があります。もう取りました。ご自由にお使いください。ありがとう。おっと、もうこんな時間だ。どうやら時の鐘を聞き逃したようです。
ああ、今さっきというかだいぶ前になってたあれが時の鐘なんかな。本日は休息いたします。どこで休息するの。あ、ほんまや、休息した。めっちゃ見られてた。おい、彼らは今も変わらずに働いてるんだね。もともとは我らの従者として作られた存在だったが、我々は共に暮らす仲間のように思っていたよ。未だに己のなすべき責務を果たしているのには驚いたが、もはや使えるべき存在がいないというのは少し寂しいね。あ、なんか船っぽいのある。これでどっか湖ないよね。でもね、まだポイッと。危ない。で、炎を取ったけど、これか。これで結果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 。あー、そういうの。どんぐりとこの丸太は、あ、押せる。で、薪の束、火種があれば火をつけることができる。薪の束をいっぱいゲッチできるけど、丸太ででっかい木切り倒して隣の島に行けるように的な、ありえる？この距離ならありえそう。で、違う、これも切り取られてるからこれや。これをあれ掴んで、便利なハンドでもって、あそこになんか、何あれ、あれ何よ、この距離届かんか。なんかやるっぽいな。まあでもまずはっ掴んで、でこれをちゃんとはまるようになってんな。なんかもうちょっと回転のこうですね。くっつけなあかんタイプか。待ちいいな。ってことはもう一個、えい、でこいつをはっ、で向こう側にうまく、よいしょよいしょ、ほっほっほっ、この感じで、あ、いやもうこれでいけるやろ。んー、変な感じでもいけたな。あ、怖い。ほっほっ、はい、あー、そういうことですよね。変なとこ来たな。で、あそこに、あ、魚いた。あそこになんかゴーレムがいるっぽいけど、ここにいた魚取れんか。取れ、おーい、お前は敵じゃないよね。お、お静かに。狩りの最中でございます。狩り、森に生息する野生生物を飼っているのです。おや、あなた様初めてお会いしますね。私どもゴーレムはそのようなお方に様々な説明を行うのも役割の一つ。うん、チュートリアルマンやな。どうぞ他のゴーレムにもお声がけください。お持ちの疑問にお答えします。さて、お尋ねの狩りとは。まあ一応質問してたな。このような森に生息する野生生物を仕留めること。有機物は栄養価の高い食材になりますからね。ただし彼らは警戒心が非常に強い。しゃがんで音を立てず確実に仕留めるのが肝要です。押し込み、今更しゃがみを。弓を使えば遠くからも狙うことも、弱点を狙い撃つこともできます。その辺に置いてある弓は差し上げます。どうぞご自由にお使いください。ありがとう。そういえば随分時間が経ったような。どうやら時の鐘を、音を、聞き逃したようです。まだ言うてるな。このタイミングで
狩りしようとしてたんじゃないのお前。いや、ありがとう。構えて長押し、ん？長押し、ん？ああ吹いちゃった。気づかれた？ああどこ行く？まあでも今お前らをあやろうと思ったわけじゃないから。これ構えて。構えてやめる動作を。うん、大丈夫。OK かな？さっき弓で一応買ってたからいいでしょう。で、これよな、気になるの。これを。あ、程よい高さで止められんのか。でもこっち行ってもしゃあないのよな。なんかアイテムあるならともかく。でもこの感じ、あ、ミスター、届かない。ダイビング、届いてませんでした。ただいま、距離感が難しいですね。もうちょっとこっちに距離感こうかで、はっ、乗って、これでこっちには来れるけど、お、頑張りそう。とここの湖なんかありそうなんやけどな。こういうのを倒すのか。飛べ、飛ぶんだ。どうした、直接撃ったら倒した、いけんのかい、直接撃ったら全然いけるやんけ。昔アロワナ、昔なんかもう一個、今まだ金の値なってるわ。すん、この金の音で、あいつらゴーレムは、朝だよーってなってんのかな。頑張りそうがちょこちょこあるだけ。頑張りそうとアロワナがいただけですけど。あ、これはい。これを、こういう状態で、俺が乗っても動くのか、これは。つかんで、いや、さすがにそれは無理なのか。ってことは、さっ、危なっ、あー、さよなら。え、これ戻んの大変じゃない。じゃあ絶妙な、やばい、死んじゃう。あ、こっち戻してくれた、優しさありがとう。オッケー。じゃあこのまま。いや結構遠いでこれ。あっちまで頑張ってかなあかんってことやな。お前はさっき狩り教えてくれたやつやんな。もう何もおらんくなったけどな。あんなそこから。あ、高みの見物しとるで。さささささささっはっ、お前はなんか喋る。私はこっから見る時の神殿が好きでね。知らん、いつでもここで立ち止まっては眺めていたんだ。時の庭は静かで、朝と夕刻を告げる時報、時の鐘だけが辺りに響いていた。鐘が鳴るとこの島の顔も様変わりしてね。例えば夜にはホタルが出て綺麗。へえ、さっき見えへんかったけど、うん、懐かしいね。夜にはホタルが出るんですね。そういう情報をくれてるってことかい。またなんかあるな、家っぽいのがあるな。
ゴーレムいるな。飯作ってるのか。本日もビビでございますね。これは失礼。つい自分の料理に陶酔しておりました。おや、あなた様は初めてお見かけする方失礼しました。私どもゴーレムの役割の一つはそのようなお方も聞いた聞いた聞いた。ん？料理に興味が？一応聞いてるだろ。ご存じないのですね。よろしい。あなた様には料理の基本から教えて。うん、じゃあ一応教えてもらっとこう。火のついた鍋に、あ、知ってます、知ってます。ブレス・オブ・ザ・ワイルドで知ってます。ポカポカ、あ、ポカポカ温めるもので、そっかそっか。服だけじゃなくて、ポカポカで突破できたね、雪のエリア、そういえば。ありがとう、思い出させてくれて。ちょっと助かったわ。で、またまだ向こう行かなあかんけど、これ、行けるようになってんのかな？不安になってきたわ。ここの湖は、行けるんかい？水は、大丈夫だよね。せやー、ぽほん。ああ、ここは行ける。で、あ、なんかいたぞ今。ああ、もう出てきた時に取れへんやつ。頼むぜ。出たな。お前なんか大したことないわ。こうこう、あ、危ねえな。おい、石尾の杖からな。太い棒って雑。これを拾うにもなんか捨てなあかんな。この辺の使い方がまだ慣れんわ。とりあえずうまく扱えるようにもうちょっとやり込んでかんとね。下手くそすぎますわ。というかこれは、あ、ここがあれじゃない、あの丸太の船、用意せんといけない感じじゃない？うえい、なんかそんな気がするんですけど。さすがにこの距離だって無理でしょリンク。ただあ、あ、あ、巻きまでやってもった。コログの葉、内輪代わりに使うこともできるだな。なんかそんなんでプレスオブザワイルドでやってた気がするわ。もう一個いるね。スイスイスイ、こんぐらいあればウルトラハンド、これでいい。よいしょよいしょよいしょ、ここでつける。はい、でもう一丁ツーン。なんやったらもうこの状態でも全然いけるんやろうな。あ、ほれー、ちょっとブサイクやけど。これで、ポイッと。はっ、な。そういうことや。やけど、これの風を、受ける、風を受け止めるためのなんかが、コログの刃でいけんのか。なんか法の代わりになるようなもんがいるんじゃなくて、コログの葉食べたらダメ、手に持ってゲームに戻って送ってあるな。なんか思ってるのと違う。あれ、なんか仰いだりできひんかったっけ。こういうことじゃないのか。いやーでも絶対そんな感じやと思うんやけどな。もうだってぽいのあるもん。おい、あ、これか、これを。いや取れへんな。なんかない？あ、あるじゃない、これじゃない。もう頼むぜ。二つもあるやんけ。ちょっと待ってな、向こうまで持ってくわ。
こいつを縦に、よいしょ、やりつつ、キュ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 ン、邪魔邪魔邪魔、キュ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 ン、でこの辺につける。あ、ちょっと待って。乗る乗る乗る、私乗ります。私それに、あ、乗らせてください。よし、ブサイクで遅いけど、なんとかなったな。リンク、そろそろ服着ようか。ずっと乳首がな、丸出しやもんな。いけるね。なるほどね。ああ、まあまあ、今のところはブレス・オブ・ザ・ワイルドほどの感動はまだ味わってないぞ。普通や、普通、今のところ普通や。ブレス・オブ・ザ・ワイルドで味わったあの時の感動ほどまだ来てないぞ。で、ここも上がってって、お、いたな、スライム、お前。うれうれ、チッチュゼリー、おったおった。で、このまま、あっ、もう上に登っていけばいいかな。着いた。インイサ、前のウホウウホウウホウホみたいな感じのやつと、なんやろな。しかし空にこんなものがあったんやったらさ、ブレス・オブ・ザ・ワイルドの世界ももっと何かしら影響が出ててもいいはずやのにね。平和でよかったな、前回はな。さて、次の祠は何でしょう。んー、またエスデレグにやろう、どうせ。来た。ああ。来ましたよ。さあ、右の手を出して。またかい。また爪、昨日忘れたわ。ティ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 。どうくる？ウルトラハンドの次は？なんや、剣っぽい。マークが見えたぞ。何でしょう。スクラビルド。装備している武器や盾に物を一つ組み合わせて新しい武器を作ることができる。組み合わせたものは取り外せるが、外したものは失われる。装備している武器や盾に物を一つ、これがあれかな、うん、なんかトレーラーで何でもくっつけて新しいものを作れみたいな。その力の名はスクラビルド。我が右腕から失われた力の一つ。武器に新たな力を一つだけ加えることができる。まずはこの先にある剣を抜き、それに力を与えてみるといい、うん、その力を使い祠の採用に行くことができれば、スクラビルドは貴殿のものとなるだろう。相変わらず祠はクリアせなあかんのね。で、長押しして選択。うん、組み合わせる力、これか。錆びた両手剣、ポチいっぱいでした。いらんのがいっぱい増えてきた。ポイッた。で、ゲッチュ。錆びた両手剣を装備が、おで、あ、どこ行った、ここ。で、ああ、この感じよね。これをん、能力スクラビルド、これで大岩を錆びた、は、簡単についた。あら、こうすれば壊せるってか。おい、すごいじゃない、裸やけど。あら、これは確かに面白いかも。やるね。こういうのを思いつくのがすごいよね。で、これ。火炎の実、スクラビルド攻撃力。
破裂すると熱を発する身、熱で筋肉を活性化。なんかあれか、はポカポカ的なやつかな。高温時に強力な攻撃を繰り出せるようになる。これもなんか、あくっつけ、あさすがに2個は無理やけど、そうなると一旦このつけた能力を離すにはどうしたらいいんや。あポンポンポン、あ弓ね。え、これ装備したままなんかな。あ、装備したまま片付けられんの。あ、片付けられる。え、矢に素材、弓の引き絞り中にポーチ内のものを、引き絞り中に上で火炎ってことか。あら、前回はどうやって火炎つけてたんやったっけ。ほい、あれんー、ほい、当たっとらん。ここ、あ、そういうことじゃないのあ、とりあえず火炎の実は取ってよさそうやな。むしろこれにはって、無理か、はってやれば普通に縦に身ついてるだけですよこれ何くっつけとんねんってなるな。ここは何もないのか。火炎の実を取りに来ただけか。じゃあ縦出さなった。んー、あ、そういえばこういう祠にはさ、毎回宝箱が1個はあったよね。ってことは俺前の祠宝箱ゲットしてへんかも。うえい、そう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 、そんなんもあったわ。全部の祠の宝箱をなゲットしてな、たまに結構ええもん入ってんのよな。あ、あそこか、あそこの、頼むぜ俺、やりましたわ、あれでした、あれを燃やすんや。うえい、ぷちょん、あ、そういうこと、ひらめきで鍵。これでじゃあもうこの場所はクリアかい。スタミナもっと早欲しいな。いやでもハートも欲しいしな。これまた両方どっちをアップしていくかみたいな感じになんやろうな。チャース、あとは宝箱どっかあったりとかもうせんか。もうクリアかい。まだなんかある。お、お、戦闘系ですか。あ、石つけて、その程度。まずはここを、んー、燃やしたら、ウェーイ、食らってるぞお前。そしてグーングーン、あ、いた、危ない、死んじゃう、死んじゃう、死んじゃうわ、死んじゃうわ。意外とちょっと体力回復食べ物食べる、あ、食べる、どんぐりも、よし、はい、勝った、来い。どんな攻撃してくる。あ、来へんのかい。じゃあ撃つぞ、ほら。お、それ、お、長槍、来い。そこ、あれあれ全然回避してくれへんかった。どっからでしょう。頼むぜリンクさん、回復した意味。
まさか最初からさっさとあいつんとこ行こう。しゃやったら、やってくれたな。さっきはよくも結構炎上ダメージががっつり入ってるんかなと思ったらそんなにやんな。さあふれ、ここで燃えてくれてるってなって結構ダメージ入ってるって思いきや、あとちょっとが、うっつい、やめて、うん、うん、あれさっきと違ってめっちゃ楽ちんに死にましたけど、なんで先やられたんでしょう。岩ハンマー、一応攻撃力が上がるから多分そっち持っといた方がいいのよな。岩ハンマー拾う。で木の棒はいいのか。何に何をくっつけてるかでやっぱ火力ちゃうんやな。大岩、木の棒で行くべきなのかとか、その辺でも変わんのかな。この程度の岩ハンマーでも、あ、なるほど、2発かかる。大岩へと、うえー、これは体験やからこの火力ってことなんかな。いけました、お待たせしました。なるほどね、まだまだ、慣れて使いこなしていくにはもっとやり込まなあかんっぽいね。よくぞこの採用までたどり着いた。ここにおさめし邪を払う光を持って今そなたを照らさん。ああ来ました、光。また1ポイント、優しく触って手の中に、わあ、はよ服着よう。祝福の光、オッケー。で、あともう一個祠があるとか言ってたっけ。ズズン、どうも。でこっからあっちの方まで行かなあかんってことよね。二つ目クリア。あ、リンク様、どっから。あ、渡しそびれたものがあり参りました。何ですか。どうぞ受け取りください。大事なやつ、何それ。つけた。バッテリー、携帯しやすいようベルトなどに取り付けられる工夫がされている。電池扱い、お渡ししたのはバッテリーでございます。この地で使われるゾナウギアという道具を使うために必要なもの。ほう、ゾナウギアはここにありませんので。なんかゾナウなんやらみたいなちょいちょい素材で取ってた気するけど、この先の洞窟を抜けた先にいるゴーレムにお尋ねください。洞窟ですか、使い方も教えてくれるはずです。あ、お渡ししたバッテリーどうぞご活用ください。まだちょっとどう使うのかよくわからない。あ、ここ怪しい、ほら、爆弾で壊すんじゃなくて今回はこういう感じってこと。パカッチョ、やかい、もうちょいマシなもん入れとけや。これでじゃあ次はあっちの祠に行かなあかんやけど、洞窟がどうたらっつってたけど、どれ、あっちの方指差してたよね。多分あっちの方になんかがあるんかな。敵おるけどそんな気がします。ということで
のんびり進めているティアーズオブザキングダムでございますが、2つ能力ゲットしましたよというところですね。こっからまたいろいろやれること増えていくんでしょうな。どうやって解除するのかまだやり方分かってないけど、まあ頑張っていきましょう。それではまた、よろしくどうぞ。